さあ始まりました寄り道散歩。よいしょ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 、はいはいはい、僕たち福井県住みます芸人カリマンタンの相田隼人と、はい、私慶新高校卒業高橋睦夫と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、はい、まあ、今回はね、うん、僕たちがその堺市のいいところをねいろいろあの発見していこうということで、うん、散歩しながらね、はい、2人で散歩しながらやっていこうと思います。散歩大好きだから。散歩大好き。散歩大好きよ本当に、うん、散歩歩いたら尿下がるからね俺。ちょっとダメじゃねえけど全然散歩になってんねまあとりあえず散歩していくんですけども。散歩行きましょう、はいはい。まあ、今回ですねここ の, あの丸岡運動公園をスタートして、はいはい、どこまで行きます。種神社やってます。あ、オッケーです。種神社をゴール。ゴールで。そこまでいろいろ寄り道しながら。そうですね。タクシーとかバス使って。散歩歩いていくの。いい天気だからね。今日は本当にもう最高の散歩日和で。もう逆光だってるよね。逆光だってるよね。はい、なんでね散歩していこうと。モデルみたいでしょ。うるせえよお前。何がモデルみたい。モデルみたいでしょ。いいよ。メンズノンの。はあ、メンズノンのうるさいねとりあえず散歩していきますよ。はい、散歩しましょう。行きましょう、はい、じゃあ、うん、もう行っちゃって大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、行って、はい、はい、手つなぐよ。手つなぐよじゃなくて何散歩は何え、何もうここ手つなぐの。散歩はだって手つなぐでしょ。いや、わかんないそのシステムわかんねえんだけどこれ、野球もできる。野球もできるね、バックネットあるしね、はい、あいつさん、ここの時何部でしたっけ。あ、野球部。あ、燃えた。燃えた。燃えてるでしょ今。いや燃えてるもないもん。何にも道具ないしな今。で、あそこにあれはテニスコートかな。テニスコートだね。テニスコート。うわこれテニスやりたいな。テニスやりたいな、ね、ちょっと声かけてみる。うん、ちょっと声かけてみましょうか。お話聞いてもよろしいですか。よろしいですか、はいはい、どういった集まりなんですかそもそもこちら。テニス仲間で、あのなんか学生時代からのじゃなくて大人になって、大人になってから、あらいいな、うわめっちゃなんかやりたいなテニス、いや楽しいですよ、楽しいですよね、ハマりますよ、ハマります、うん、やっていきますか、やってきます、いいですか、いいですか、僕卓球部なんですよ、あ卓球部うまいですよ、ですよね、そうなんですよ、卓球やってる人ってテニスできるっていう話なの、じゃあちょっと一回やってみたら、やったことないからわかんないですよ。この辺から。うわ、すげえ飛ぶ。うわ。お前揺さぶんな。あれだ。なんかサーブできないって言うじゃないですか。はい。サーブできないって言うんでやりますよ。ナイス。楽しい。じゃあこのまま撮影やめてやっていきます。いいですか。こっからいろいろあれ回んなきゃいけないんで。じゃあ相田さん。何を。あと任せた。俺任せたじゃね。テレスあるから。違うわ。ありがとうございました。すいません。はい。もしあれでしたら。僕的かやっていただけますか。誰どちらかは。いや今入った人でダブルスやったらいいんじゃないですか。言われていいか、はい、あ、僕が。いきます。お、うまい。入ってみる。あーだ。あーなるほどなるほど。こうウィッチ。はい、うまい。うまい。あー、まずい。うまい、うまい。いや、入ってる。入ってる。うん。おお。やったー。すごい。すげえ。あー、なるほど。あらしゃー。いや、楽しい。テニス楽しい。あらさん、この後の散歩任せた。いや。こっからだからまだスタート。全員対戦。こっからスタートで。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ眼鏡くん。いやめっちゃそうだ。めっちゃ眼鏡くんですよ。グータッチで出てきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ございました。あらでした。それやりたいだけじゃん。よりみち散歩。テニス楽しいね。いや、まあ、楽しそうだったよ。楽しいね。あいとさん、やっぱ運動できないのバレバレだね。無理よ、テニスとかも。いや、種神社ってまずどこか分かる？そこなのよ。俺、さっきテニスやってた方に種神社の場所を聞こうと思ってたのよ。それが、テニスに夢中で。夢中になんない。聞くの忘れてたっていう。それ聞かなきゃダメなんだよ。ゴールできなくなっちゃうもん、そしたら俺ら。あいとさん。何？お腹すいた。まあ、あんだけ動きゃそれ腹も減るでしょうよ。俺もちょっと、俺がちょっと動いただけでお腹空いてるから。あら、今あそこに人いるからちょっと。あ、ちょっと聞いてみましょうか。聞いてみよる？やな可愛い、やな可愛い。あの子知ってるかな？あの子と種神社知ってるかな？いやー、どうだろうな。すいません、こんにちは。すいません、こんにちは。すいません、今お話お伺いしてよろしいですか？こんにちは。こんにちは。かわいい。こんにちは。かわいい。ちょっと今僕たちこの辺散歩してるんですけれども、はい、種神社っていうところをちょっと目指してるんですけど、ご存知ですか？いや、本当にわからないです。ああ、マジですか。そうですね。かわいい。あ、おいくつですか？え、俺31。お前じゃねえんだ。お前に聞いてねえんだ。いくつですか？関西。ああ、その種神社わかんないですね。ちなみになんですけど、ここら辺なんか食べ物屋さんみたいな、そこになんかおろしそば屋さん、おろしそば屋さんここ通ってきたところにあると思うんです。ここですか？そうそうそう。あ、本当ですか？あの通りに。じゃあちょっと、まあ、行ったことないですけど。あ、行ったことない。行ったことない。行ったことはないですけど。なるほど。最近できたみたいです。あ、最近なんですね。わあ、危ない危ない危ない。大丈夫？とりあえずじゃあそのお蕎麦屋さん行ってみましょう。ええ、まあ、種神社か。いや、種神社わかんないから場所が。お蕎麦屋さん行って聞いてみようって話。蕎麦屋さん知ってるか。いや、すみません、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。寄り道散歩。でもしかし種神社のね、場所がわからんからな。ね、歩いてても。そう。で、意外に堺市って広いからね。そうだね。堺市結構そう広いのよ。だから、何もなしじゃ、多分、2日かかんじゃねえかな。まあ、2日で済めばいいけどね。そうそうそう。あれでも、あれじゃない？誰？さっき言ってた。はい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 。あれ、見てください。めっちゃ綺麗なの。多分あれ。多分あれです。おせん。そば工房おせんさん。ちょっと話聞いてみましょうか。これ。これも。ああ、そうね。丸岡さん。丸岡さん。丸岡さん。営業中。営業中。ちょっと行ってみましょう。はい。うわあ、むっちゃいい匂いする。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。あ、ちゃんとソーシャルも。ソーシャルも。綺麗。綺麗。ああ、大将。うわ。ご近所さんですかね。なんかここが新しくできた蕎麦屋さんって言われて。そうなんですよ。どのくらい前からやってらっしゃる。いや、去年の11月。去年の11月。ちょうど1年ぐらい。ちょうど1年ぐらいなんですね。そうなんですね。丸岡ってのはその蕎麦作ってるんですか。蕎麦の実も作りますし、うん、今ここの店で出してるやつは丸岡の蕎麦の中でも粒で揃えていくと大中小ってあるじゃないですか。はい、ほうほうほう。でこの店のこの蕎麦に関してはこの中流しか使わない。だから中小の中で中中流だけしか使わない。で大流と小流は粉にして販売してあるんです。はい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 。というのは大流と小流というのは未熟流がかなり混じってますから、粉にすると色が綺麗で売りやすいんです。ところが甘みが少ないです。はいはいはい、はい、甘みはやっぱ中流の完熟した、はいはいはい、このそばの特色っていうのは甘みがあって粘りがあって香りが香りがあってっていうんですけど、粒が小さいんです。粒が小さい、はいはいはい。他の産地の粒とは、はい、だからもう格段にこの甘みがありますし、はい、香りも強いですし、はい、うん、粘りもあります。はい、まあ僕らそれをそういうそばが欲しいなと思ってその種を買って集めて作り上げたそばなんです。はいはいはい、これが今
丸岡山そばとして、はい、あの東京の方なんかでも東京にも結構あの丸岡山そばっていうのは、はい、あの優遇さあの結構使われる喜んでもらってる、まあ、丸岡っていうブランドができたってことですよね。ブランドとこの種自体が、はい、あのここ独特のそばの実を作ってますから、はいはいはい、福石とあのふくらとはまた竹ふらとは全然違う品種が違います。おお、そうなんです、ね、それを作った大将ってことですね。そうです、僕もとかが、そうですね、すいません、匂いで今すごいお腹空いてるんでちょっといいですか。あの、まあ、そっちのお先やりますか。あの香りが強いって言われてたんで、ね、外までお蕎麦の匂いがしたんですよ。あ、そうですか。寄り道散歩食べたい、食べていい、食べよう、食べよう、食べよう、うん、いただきます。あ、でもやっぱ粒が見えるなんか、あ、さっきした中流中流の、ね、はい、じゃちょっといただきます。うん、甘い、甘い、麺が甘い。あ、そう、うん、やっぱ香りがね、ふわっとくるよ。ちょっと食べてみ、マジで。じゃあすみません、僕もいただきます。うん、うん、うまい。甘いね。甘いでしょ。そうなの、甘いね。何これ、すごいすごい。あ、うま、めっちゃうまい。で、この大根、あ、そうね、辛味大根、辛味大根、こちらのね、これも入れて、じゃあ一回、おう、いただきます。これ辛味の大根でございます。どう、全然違う。ちょっとじゃあ俺も辛味大根、うん、いい、ちょっと、うん、こっちの方好き俺。ほんとに、俺の分なくなっちゃったじゃん。俺の分って何だ、俺の分、これお前の分、こっち、いや、これはあのスタッフの分だ。違うよ、じゃあお前何で食ったの。何メートル食ってた。いや、でも美味しかった。いや、美味しかったです。おかみ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さっきのお蕎麦の種、あの思い出したんですけど、うん、種神社って聞いたことあります？種神社、はい、あの僕らあの そこに行かなきゃいけなくて。そうなんです、コンコンさんや、コンコンさん、コンピラさん、コンピラさん、コンコンさん、種、僕ら隣裏部屋で種種って言ってるけど、この、うん、場所はでも大体分かります、どの辺かって。ね、そこの交差点を、はい、あのインターの方に上がっていく途中に、はい、50m ほどですと右の方にそれる道があるんですよ、はいはいはい、本当はそこをあの高速道路の本線をくぐって、うん、まっすぐずっと行ってくださると、はい、まっすぐまっすぐ山に突き当たるところまで行くと、はい、どっかその辺に赤い鳥居が見えます。赤い鳥居、うん、そこが種神社ですか。うん、あ、まあまあ、というわけで、寄り道散歩ここら辺。いやいや、違う、行かなきゃいけないよ、僕ら種神社に。ちょっと僕は今からそこに、はい、行ってくるんで、はい、歩きでどれぐらいですか。歩くと30分は30分だよ。まあまあまあ、じゃあタクシーで行こうか。なんでだよ。散歩っていうの、寄り道しながら行きましょうか。寄り道して、はい、まあ外からしか見えない、あの見れないと思うんですよ。宮司さんもいませんので、うーん、まあまあ入ることはできないかもしれないです。あ、そうなんですか、うん、ちょっととりあえずじゃあ行ってみますね。はい、はい、それではありがとうございました。はい、ご相談でした。ご相談でした。はい、お会計お願いね。いや、俺が払うもんね。寄り道散歩。いや、美味しかったね、さっきのそば。眠い。何なんだ眠い。何なんだ、もう食ったら。テニスして、散歩して。散歩して。そば食べて、散歩して、寝る。いや、でも美味しかったでしょ、さっきの。だから余計に眠い、ね。美味しか、美味しいもん食べてね。美味しいの食べたら、ただね、まだちょっと結構歩いてきたんだけどさ。そう、あの、こっちで合ってるのって話。そう。今、ちょっと。
お話聞けたら聞いてみましょうか。いいですかね。ちょっともう迷子だからね、軽い。そうだね、うん、あ、すいません。こんにちは、すいません、ちょっとお話ですか。はい、ちなみに今何されてました？タイヤ交換です。あ、あ、そうですよね、はい、この時期ですもんね、はい、タイヤ交換。僕も朝してきました。あ、本当ですね。はい、ちなみに僕散歩で、はい、種神社っていうところをゴールにしてるんですけれども、はい、ご存知ですか、種神社。わからないです。わからないですか。わからない、はい、ここが、はい、地元じゃない。あ、そうなんですか。わかんないです。え、地元はどっちだ。勝山です。勝山か、はい、そうか、そう、全く分かんないです。そうですね。ここ、じゃあこっちに住んでからどんくらい。もう10年です。あ、10年でも分かんない。分かんないですか。なんか赤い鳥、なんかあの辺になんか見たことありますけど。あの辺ですか。あのブラックっていうか、あの、ああ、今ちょっと赤いの見えません、はい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 、のもっとあっちの方の奥の奥の赤いの見えません、ね、赤いの。あ、はい、ありますね。あの辺はなんかお祭りしたりなんかするような多分神社だと思います。じゃあちょっともうあっち目指して行きましょう。いや、行ってみましょう。いや、行かない、行かない。まだタイヤ交換途中ですか。いや、そうです。あの、すいません、お忙しいところ。僕はタイヤ交換してくれて。あ、いいですね、じゃあ先生。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、なんかお忙しい中タイヤ交換頑張ってください。頑張ります。はい、神社頑張ってください。ありがとうございます。はい、寄り道散歩。いや、まあね、結構歩いてきたけどもよ。どうした、何あれ。お、あの、たで分かった。たが見えたから止まったんだけど。 あれで種神社って読むのね。まあまあまあ、けどここだ、ここってことなんだね。そう、だからとりあえずもうここ、あのお兄さんが言ったように、そう、行けば種神社ある。やっとゴールが見えたね。行きましょう。ああ、いいね。なんか景色でもね、すごい、ちょっとね、この坂になっててね、今こう上り坂になってて、ちょうど上の方から見る感じが、ちょっとね、太陽もちょっと落ちてきて、あれ、あれじゃない、あれじゃない、あれあれじゃない、あの、ちょっと待って、予想以上に鳥居があるんだけど。そう、ああ、結構、え、新しいの。そう、ああ、綺麗、ね、ああ、着いたね。本当に合ってる、これ。合ってる。いや、ちょっと待ってよ。いや、分からんよ。ほら、こっちは普通の種や。お、何言ってんだ。よっしゃ、俺の勝ち。そういう勝負してねえよ。はい、着きました。俺の勝ち。よいしょ、ゴールした。よかった。いや、俺の勝ちだから。いいよ、なんだ、そんな勝負してんの。まあでもね、無事にゴール着きましたんで。着きました。まあ、せっかくね、神社だからちょっとお参りをしてまいりましょう。よし、じゃあちょっと、うん、お返しでしょうね。ねえよ。自分で行きましょう。でもね、どんどん、あ、でも書いてある、そう、種神社。え、あの種をね、ね、お願いしましょうか。何、一人でやりたい派。やりたいの。いいけど、子供だね。お前そういうのやりたがるの。どっちかってお前なの。一緒にやろうか。はい、じゃあ一緒に。寝てんじゃねえの。寝てんじゃないの。散歩疲れ。いや、散歩疲れじゃない。いやー、ゴールで、うん、ゴールしましたよ。ゴールですよね。寄り道散歩。はい、はい、さあね、終わりました。ちょうど日が暮れる前でよかったね。そう、でも今日どうでした、一日こう散歩してみて。ね、あの、率直な感想を言うと、しょっぱな飛ばしすぎたなだね。ちょっとテニスね。そう、でも皆さん ね、まあ、ね、すごい良かった。そうだからノリがいいというか、うん、ノリが良くてね、うん、あんな、あ、こんなウェルカムなんだなと思って。社会人って全般的になんかそんな感じじゃない、今日、まあ、そうだよね、いろいろとお話聞いた中でも、あの、親子の方とかも ね可愛かった。いいとこですね、社会人。住みなよ、まあ、またね、いいとこ。だからこれからもね、まあ、僕らいろいろと、うん、他のところも散歩して、そうだね、坂井市のいいところを、ね、いいところも発信していけたらいいなと思いますね、うん、やっぱりもう、うん、次はペース配分、うん、ペース配分、うん、間違いないように、そこは間違いないようにしっかりしてください。というわけで以上、カリマンタンでございました。また次回よろしくお願いします。バイバイ。